ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。どうしたんだ霊夢？中国の記事なんか読んで。あ、魔理沙大変よ。中国ではついに若年失業率の発表を停止したわよ。ああ、そうだな。昨日ニュースになってたな。中国の失業率は増え続けているからな。中国のこれに対する説明によると、経済と社会は変化し続けており、統計作業は常に改善が必要なためデータ公表を一時停止した。と言っているんだが、ちょっと何を言ってるかわからないわね。ああ、もう公表できないくらいヤバい結果だったってことだろうな。これはさらに中国経済を悪化させる要因になるぜ。そうなの？ああ、今まで出していたデータを公表しないってことは、経済の見通しを分析する材料が減ることにつながるんだ。それに、公表しないってことは想像以上に良くなかったと思われ、海外投資家たちからの信頼が低下して、投資家が離れる要因になりやすんだ。特に今欧米諸国からの規制強化が激しいし、撤退し始めてる企業も多いだろ。だから、何がきっかけで弾けるかわからない状態なんだぜ。そうなのね。でもそしたら中国経済に依存してる韓国はどうなるの？お、霊夢いい質問だぜ。えへへ。実は韓国でも危険だと報道されてるぜ。中国だけじゃなくて、韓国内でも大変なことが起こってるんだ。そうなのね。マリサ詳しく聞きたいわ。よし、じゃあ今回は、韓国経済危機を引き起こす国内外の大きな要因、を説明するぜ。このチャンネルでは毎日16から18時の間に韓国で取り上げられたニュースを動画をアップしています。チャンネル登録していただければ幸いです。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、最初に話した中国の経済悪化による韓国経済危機の外的要因について説明するぜ。この前、中国の消費者物価がコロナ禍後2年5ヶ月ぶりにマイナスに転じた際、中国からデフレが広がるという懸念が広がった。恒大集団の大規模な不動産債務危機で、チャイナリスクと呼ばれるようになったよな。そうね。中国初の経済ショックが起こるって言われてたわよね。この影響は中国との貿易に依存している韓国には、大きな打撃になった。中国の輸出への依存度は 25% 以上から 19.5% に低下したが、中国は依然として輸出の面で第一位の国で、半導体の輸出はすでに12ヶ月連続で減少していて、今月10日までの輸出も前年比 15.3% 減少だった。特にこれから下半期の輸出改善による景気回復で、上下経済を目指している韓国経済にとっては大きな痛手になった。そんな中、バークレイズ、バンクオブアメリカメリル・リンチ、シティ、ゴールドマン・サックス、JP モルガン、HSBC、野村証券、UBS の外資系投資銀行8社が、韓国経済が今年に続き来年も 1% 台の低成長にとどまるという投資銀行発の見通しが出てきた。この表を見てくれ、これは韓国の経済成長率の表なんだが、韓国経済で 1% 台の低成長は通貨危機や金融危機など、内外で危機を体験した時を除けば前例がないんだ。2008年の 0.8% はリーマンショックね。1998年のマイナス 5.1% は IMF 経済危機かしら。1980年のマイナス 1.6% は何かしら。オイルショックのデフレ効果と引き締め政策の影響が現れて、アメリカの景気が後退した時だな。1956年の 0.6% というのは何かしら？それは当時の李承晩政権下での政治的混乱と、凶作、物価上昇が重なり GDP が低下したことが原因だぜ。あと、2020年のマイナス 0.7% ってのもあったけどな。流行り病の時ね。あれは全世界がそうだったわよね。なるほどね。確かに大きな危機以外では 2% を下回ってはないわね。そうなんだ。だから今回外資系企業の8社が成長見通しを 1.9% としたのはかなりヤバいことなんだ。この原因は韓国経済が下半期に反動するかが不透明になっている影響が作用してると言われてるぜ。これが上振れするか下振れするかは、中国経済にかかっていると言っても過言じゃないぜ。それだけ韓国は中国との貿易を行っているってことね。次は、国内に目を向けるぜ。日本の出生率や若年雇用率も悪いが、さらに悪いのが韓国なんだ。この表を見てくれ。これは日本と韓国の出生率を比較した表なんだが、韓国は2022年まで7年連続で低下して、0.78 まで落ちたんだ。どんどん人口が減っていくってことね。それにもかかわらず韓国の20代の若年雇用率は、7月時点で 61.4% で1年前より 0.1% 低下した。5人中2人も仕事ができてないのね。でもなんで下がっているのかしら。理由として、自発的に仕事を探す青年の比率が下がったことと、景気が良くなくて、募集自体が少なくなっていることも挙げられている。どういうこと？
本来20代女性がよくする仕事として、販売員、旅行業、サービス業などが、流行り病のせいで亡くなってしまったことが原因だ。ある20代の女性はインタビューでこう答えたぜ。失業どっちもいい職場自体が多いとは思わないわ。大部分の就職してる友達を見ると、その入社して満足して仕事をしたり、やりがいを感じている子はほとんど見たことないわ。と言ってるんだ。仕事を見つけてもパートタイム形態が多くて、仕事を見つけても、生活できるほどはもらえず、さらにいい職場を探し続けないといけないのが現実らしいぞ。これについてはこう話していたぜ。少し不安を感じることが多くなりました。単純に6ヶ月だけ働いて、すぐ違う仕事をするから時間的にも無駄になるんです。なるほどね。仕事の多くはアルバイト形式だったり、期間限定の仕事だったりするから、仕事を見つけても新しい仕事をまた探さないといけないという無駄が発生するのね。そして、社会への不安、生活への不安、未来への不安から結婚できない青年たちが増えて、今の低出産率につながってるんだ。そういう青年たちは仮想通貨や株に手を出すんだが、あ、キムチコインショックね。仮想通貨テラだぜ。1日で 97% も大暴落して、多くの若者たちに悲劇を見せた仮想通貨だな。あれは悲惨だったぜ。なんたって、一発逆転を夢見た韓国の若者たちが借金してまで投資したのに、1日で大暴落したんだもんな。そう考えると韓国ってほんと悲惨ね。ちなみに今韓国の若者はテスラに投資してるらしいぜ。今度はテスラなのね。こんな状況の中で、アメリカが5人の人質を解放するために、イランと交渉した結果、韓国に資金凍結されていたイラン原油輸出代金の約60億ドル約8200億円を送金しないといけなくなった。詳しくはこの動画を見てね。そういう内外からのマイナス要因のせいでウォンドルの為替レートも1330ウォンを超えてしまったんだ。中国に依存していて、若年層の雇用率が悪くて、さらにイランに約60億ドル約8200億円を送って。そりゃ、不安材料しかないわよね。なんか韓国の今って四方八方塞がれてる感じね。韓国の反応を見てみるぜ。アメリカとか中国は知らせられている情報よりも景気が良くない。自然災害も起こってるし、もういつ破裂するかが問題。そういえば IMF が起こる前日、政府は外貨には全然問題はないって言ってたっけ。韓国の未来が暗すぎる。国が滅びていくように見える輸出は急減して、輸入も減って、黒字だという割には生活は良くならない。コロナ以後の経済リスクが終わったんじゃなく第二の危機が始まった。長生きするのが怖い。なんかいい反応がないわね。まあ、ニュースや政府は大丈夫だって言っても、生活が良くならないから、みんな不安なんだと思うぜ。ああ、さらに北朝鮮との関係も悪化してるから。ジャンボリーもあったしね。通り魔事件や、補強鉄筋の欠落ビルもあるぜ。最近台風で洪水も起こるし、山崩れは起こるし。本当によく持ってるわよね。近くに日本があるおかげだぜ。ほんとそうよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄で教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価いただけましたら励みになります。ご視聴ありがとうございました。